ムハンマドビン・トゥグルクは、インド北部を支配したトゥグルク朝の第二大君主。不王時代には、ウルグハーン、あるいはウールハーンと呼ばれた、初代君主、ギアース・ティーン・トゥグルクの子。父と共に、多くの戦場に参加し、有能な軍人として、名を馳せた。父が1325年に、不慮の事故により放御すると、後継者として即位する。 だが、英主と知られた父の宝御は敵国を浸動させ、1327年には、チャガタイ反国軍が来襲する。この来襲では、デリー北部にまで侵食されるほどの大事となったが、ジェーラムの戦いで、チャガタイ反国を撃破し、さらにこれに降応した、周辺諸国をも滅ぼした上、現在のアフガニスタンや、カズニー地方まで勢力を拡大するという快挙を行った。 1329から30年と37から38年にはヒマラヤ遠征も行われた。第一回目の遠征はヒマラヤ山脈を越えてチベットまで遠征し、第2回目は現インドのインドヒマーチャルプラデーシュ州カングラへ向けて遠征し、スルタンの権力基盤である多くのマムルーク軍人を失った。その後、一族や重心の還元を無視して、 デカン高原の西にあるデーバギリに戦闘を強行する。さらに通貨改革を実行して逆に偽造通貨が流行して物価の大混乱を招いて失敗した。1334年には周囲の反対が根強かったためにデリーに関とするが数年にわたって中心地で亡くなったデリーはすっかり荒廃しており、この復興に相当の資金をかけることになった。また、 どれだけ本気だったのかは不明だが、ホラーアサン地方に対する遠征を計画している。このように、数々の内政での失敗と、大成功はしたが大規模な軍事行動による軍備の増大は、財政難と人心の離反を招き、新たな支配地での領主らの反乱を招いた。1336年には、サンガマ朝のハリハラと仏価による、ビジャヤ・ナガル王国の独立。 1347年に、デカン高原のグルバルガで、アフガン人傭兵出身の地方長官である、アラアウッディーン・ハサンが独立して、バフマニー町を建てるに及んで、デカン地方から南インドの半島を失うことになった。ムハンマドはこれらの反乱を鎮圧するために遠征を繰り返したが、これがかえってさらなる財政難を招く。また、給与の一策として、農地改革を行ったが、 これも基金が起こり、かえって生産力低下を招くという低ら落となった。1351年、反乱鎮圧で遠征していた時に、陣中で崩御した。重帝のフィールーズ、シャートグルクが後を継いだ。マムルーク町の庇後下にあったカリフに施設を送り、カリフの代理統治権の承認を得ようとした。マムルーク町時代の司会文ハジャルや、サランディーブでも金曜モスクでの説教の際、 彼の名が唱えられていたという。ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P135? 家島彦一役、イブンマトゥータ、大旅行記、第5巻、ピアニッシモ、210から214、ピアニッシモ、426から433、ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P138、ロビンソン、ムガル皇帝歴代史、P139、ロビンソン、 ムガル皇帝歴代史 P138 ロビンソンムガル皇帝歴代史 P140 ロビンソンムガル皇帝歴代史 P142 ヒ島イ一役イブンマトゥータ大旅行記、第5巻 P402 ありがとうございます